どうぞ。今日です。今日はお父さんやお母さんが一緒に遊んでくれる日です。なのでいってらっしゃいってしなくていいから、いっぱい遊べるから安心してね。でもきっと明日来てくれるといいね。明日雨だよ先生、明日雨。これ僕のうちに持ってる、じゃあ見ようよ。見たらお話しするとお店に行こう。何色が好きですか？黄色。お、黄色に、今日は黄色にしたんだね、いいね。皆さん、さとみさん何色が好きですか？黄色。あ、ここも黄色が好きなんだ。ゆうちゃん黄色か。ね、同じだね。松田ゆいさん何色が好きですか？黒。ほら、黒が好きな人も赤坊さんにもいたよ。伊原ゆまさん、何色が好きですか？ブラック。ブラック。すごいです。英語が出ました。ね、黒って意味なんだよ。知ってた？クワの平谷さん、何色が好きですか？アール。青。あ、青出ましたよ。他の色ですね。シルソーさん、何色が好きですか？黄色が好きなんだ。そうだったんだね。さあ次は平木さくらさん、何色が好きですか？同じ。ピンクが好き。同じって言いたくないしよ。お友達でも聞いてあげてね。さあ平山ショートさん、何色が好きですか？水色。水色。水色。ちゃんと言えました。かっこいいです。堀江亮介さん、何色が好きですか？いっぱい好きすぎて選べないそうです。そうだったんだね。チョンクアンダンデさん、何色が好きですか？ピンクが好き。ここにはピンク好きがいましたよ。ねえ、ゆうちゃんは黄色が好き。黄色と赤と。山田直道さん、何色が好きですか？黒と黒。黒に赤。じゃあちょっと今聞いてた中でクイズです。クイズです。堀江亮介くんは何色が好きだったでしょうか？全部。うん、どっち？全部。うかくん大正解。ちゃんとお話聞いててかっこいいです。怖いの？
あ、ごめんなさい。